個人授業大好きだから任せてほしい。部屋くっさ、部屋くっさ。ちょっと触れにくいカミングアウトやめて。どう反応したらいいのよ。いや、部屋が臭い、マックのいろんな匂いが、あ、そういうことか。いろんな匂いなんだよね。マックの匂いでってことよね。食べ物のいろんな匂いがね、ちょっと部屋中に。え、捨ててないの？捨ててない。え、今日の分はね。ああ、なんだ、びっくりした。そう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 、1週間分くらい置いてあんのかと思っちゃった。マック何個食べたの？それはない。何？マック何個食べたの？3個。わー、すごいな。3個3個3個食べた。うまかった？うまかったよ。かわいい。カルビちゃんかわいいな。カルビちゃんのお腹つけてボーボーってやりたい。何それ、特殊性癖だよ。それデブだと思ってるやん。それはないのに、そんなこと。いや、カルビちゃん何キロなのじゃ。うん、カルビ3枚分。かわいい。かわいいね。かわいい、用意された。測りにくい。でもカルビ3枚分ってことは、牛が1頭約でカルビの部分ってこと考えたら3枚分。3枚だからね。相当だね。3枚だからね。3枚、部位3個分ってことでしょ、カルビの。3個じゃない、3枚。厚さにもよるからね、結構。3枚だって塊1個ドンで1枚になったのね。それは確かに、1枚の概念がどれぐらいのもんかって。そう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 。いや、それはちょっと幅あるからね、人によって解釈が。まあ確かにな。キョロちゃんは何キロなの？164。身長みたいな。身体になる。164。ね、一瞬身長かと思うよね。身長か体重かわかんないの。なかなかないそんなこと。めっちゃ笑ってる。おもろ。おい、カルビ、お前 D の一族プラス中の一族もついてんのか、お前。違うよ。マジかよ、コピー忍者やん、もう俺と全く一緒やん。違うよ、私短大中退です。あ、確かに見たことあるわ、その切り抜き。なんか気まず、なんか気まずい。何、なんでこんな気まずい空気の。いや、なんかね、気まずい空気流れてたね、今ね。うん、なんか急になんでだよ。全然短大中退は別に触れにくいことじゃないしな。うん、結構学歴勝てるんだけどね。短大中退ってことは高卒ってこと？いや、高卒の上。高卒の上。中退って書けるんでしょ、履歴書かなんかに。そうだよ、書ける。あ、うん、私いつも書いてたよ、短大中退って。だって高卒と一緒じゃない？実際書いた方が有利なのかな。いや、なんか不利らしい。あ、やっぱ不利なんだ。書いた方が不利なんだ。やめた理由に、やめた理由によるし。そうだね。あとね、期間による。私1ヶ月で辞めたから、なんでこんな早く辞めたんですかって思って。本当は書かない方がいいかもしれない、もしかしたら。でも、もうカルビちゃんは V で食べていくからいいんだよね。そうだよ、もう書く必要もないよ、うん、そう、もう書きたくないよね。もう一生書きたくないよ、短大中退なんて。書いてて、てか短大中退って。そうだよ、ね、バイトするために書いてたよ。カルビちゃん、バイト何やったことあんの？バイトはね、雑貨屋さんとガチャガチャ屋さん。なんで？ガチャガチャ屋さん、かわいすぎでしょ。なんかかわいいな、選ぶもんが。ガチャガチャ屋さんやってた。ガチャガチャ屋さんって何すんの？詰め替え。あー、ガチャガチャのね。そう、と、なんか詰まった時に取ってあげるだけ。簡単だな。そう、結構簡単。超簡単だな。本当に簡単だよ。カルビちゃんでもできる。そう、難しいことはできないからね。みんなバイトしてた？いや、出たよ。え、してたの？ミカちゃん、バイトの話してあげなよ。メッサー、メッサーめっちゃ早くやめた。え、何？バイト？うん、うん、バイト半日。半日？半日してたって言わないもん。何のバイトしてたの？え、コンビニ。もう農館でしょ、半日は。農館。やってないよ、それも。レジ作業を教えてもらって、頭パンクして、うん、帰ってもいいですかって言って帰った。パンクしちゃったんだなって思われて、OK だよって言って帰らせてくれた。で、そのまま辞めたの？そのまま辞めた。辞めますって言って辞めたんだろ？辞めますって言った。
ばすぎ。ちゃんと報告はしたから入りました。えらい、確かにえらい、関係ないな、マジえらい。難しいよね、働くって難しい。すごいよ、だから働いてる人は働いてるってだけですごい、マジで。え、キヨちゃん働いたことあんの？働いたことしかないの、俺中学校から働いてるから。え、すごい、すごい。そうなんだ。中学の時にアニメの DVD ボックスがどうしても欲しくて、母ちゃんに買ってって言ったら、あんな高いもん売って買えるわけないだろうって言われて、俺たちは自分で働いてるって言って、自分の中学校に新聞配って。すごい、すげえ、なんかすげえ、でも時代を感じる。うん、今なんかできないらしいね。あ、そうなんだ、いないもんね、そんな人。新聞配達したことある。めっちゃ早起きなんじゃないの、新聞配達って。2時起き、えぐい、寝てないやん、2時起きって。8時とか9時に寝て、2時起きして、なんかチラシを新聞に挟んで、やば、あ、挟むのも自分でやんだ。そう、へえー、いやー、そのために原付き取ったんだけど、へえー、もうあの能弁でね、たまたま取れちゃったの、丸バツだからあれ。だからなんか標識とか信号の見方とかあんまよく分かんなくて、やばすぎ、怖い怖い怖すぎ怖い怖い。しかも1日に5回とか転ぶし、原付き。え、怖い、よくな、生きててくれてよかった。丸×やめた方がいいわ絶対。なんで丸×なの、マジで怖い、うん、それでやめた。いやでもね、マジで一瞬で取れるんだよ、でもマジで。そう、本当に1日で取れるの、原付きだけだったら。カルビもやってくれよ、前に1日1回原付きチャレンジ、免許チャレンジ。何回で取れるか、何回で取れるか、1日1回面白そう。いや確かに、結構取れちゃうからね、あれ。いいや、取るだけで身分証明書になっていいよ。え、身分証明書になるの、免許になる、免許、免許証だから身分証明書。原付き取ろうかな、免許持ってないんだよね。何で身分証明してんの？うんとね、マイナンバーカード、はぁ、テレポートじゃなくて、テレポートしちゃった、テレポートしちゃったんだ。パスポートだからそれ。用意してたこと、今の速さめちゃくちゃ速かった今。言い間違えるでしょみたいな、もう作詞だな、いけるじゃん、クソ速かった今の。パスポートやろうなって思ってた。パスポート、パスポート、クソ速かった今。はい、先輩バイバイ、バイバイ、はい、一旦バイバイ。